どうも、視聴者さん。うぷ主です。今回は2月19日に Steam にて発売されたゲーム、バニッシュドのお触りチュートリアル紹介動画となります。新天地で新しい生活を始める人々、彼らに指示を出して村を発展させていく、シムシティのようなゲームです。では最初のチュートリアルを始めましょう。この緑に溢れる川辺が、彼らの新天地です。ゲームの主なアクションは、キーボードか、右下のボタンで行います。エスケープキーでメニュー画面。W、A、S、D で画面移動。画面端にマウスを寄せても画面を動かせます。Q と E で視点をぐるっと回せます。村が発展すれば風景を楽しむことができるでしょう。インサートとデリートキーで俯瞰の移動。マウスのスクロールボタンでも移動できます。広いマップだー。ページアップ、ダウンキーで視点を上から横に移動できます。完全な真上?真横には動かないようです。大まかな視点の操作はこんなところです。それではいよいよ村作りです。まずは、村人が住むためのハウスを作ってあげましょう。最初に作れるのは木製の家です。木材と、ちょっぴりの石材が必要です。ではハウス作りのために、木を伐採、岩を砕いて素材を集めましょう。木や岩のある場所をドラッグすることで、範囲を指定して一気に素材集めができます。素材集めの指示を出したら、次は材料を置くための場所を作ってあげましょう。ストックプールを指定することで、ここに村人たちが木材や石材を集めてくれます。しかしそれだけでは家は建てられません。家を建てるにはビルダーという職業に就いた村人が必要なのです。ここでは村人8人の中から、2人をビルダーに任命します。ビルダーに建ててもらうハウスを増やしましょう。建築物の向きは、T、R キーで変更できます。自分のスタイルに合わせて自由に建築しましょう。これはチュートリアルなので、指示書の通りに向きを合わせて建てています。では建築が終わるまで、時間を進めます。時間は等速、2倍、5倍、10倍の速さに変更できます。のんびり眺めるもよし、パパパッと作って、終わり。でもよし。村人がせっせと作業し、資材をストックプールに運んでいます。溜まった素材で、お次は家作りです。これにて住居作りは完了です。住むところができたので、今度は食べ物が必要です。チュートリアルでは、川から魚を取ることを勧められます。フィッシングドック、漁のための船居、船着き場を作りましょう。船を動かすには漁師が必要です。村人から漁師を4人抜擢し、お魚天国へ旅立ってもらいます。船着き場ができるまで倍速。出来上がったところで、今度は村の中に道を作れとのを達し。道もドラッグにより自由に作れます。建築物の入り口に面した部分に作るのが良いでしょう。これは村全体のレビューだそうです。ハートが健康、スターが幸福度、でしょうか?
次は納屋を建てて道具を保管せよ、との通達。材料が足りないので、再び集めに行きましょう。せっかくだから一緒に木材を加工する施設も作ります。ウッドカッター、薪割りするとこですかね？薪割り所が完成したので、労働者を一人雇っておけば、使う分の薪を自動でストックしてくれます。多分。村人たちが運んできた初期装備品、荷車から出して納屋に入れておきましょう。薪割り所で早速薪を割ってますね。はい、すっごい。わかんないことがあったらヘルプを見てね。とのことですが、全文英語なのでさっぱりわかりません。公式にて、モッドキットを作成するとお知らせがありますので、いずれは日本語対応モッドもできる、といいね。これにてチュートリアルその1は終わりです。ほんの触り程度でしたが、いかがでしたでしょうか。ウプ主もまだほとんどプレイしてないので、ワクワクしながらチュートリアルを楽しんでいます。英語でグワっていなければ、次のチュートリアルも動画にしたいと思います。それでは、さよなら。